トースグル本名は、総都市である。香港、イギリス、中国において16年、中国語の作家並びに、メディアでの評論家、知識人、タレントである。香港政府、中国政府と、中国文化の政治と文化を国評する一方、アメリカ、ヨーロッパ、日本の文化を褒める傾向がある。唐血の祖籍は、厚生地湾族自治区の経緯、父と母は、 香港の親中派である。両親は親中法省を歴任し、父親の早期雲は香港大広報副編集長、母親の常は編集の編集、母の父の常処理は玉江日報の記者である。香港における民主派で反共産党の考えの持ち主である。唐血は光明町において中華人民共和国を建国した毛沢東は悪魔の星である。 いい、大文化革命中に何億人もの中国人が被害に遭ったことから、K、X 等と文章では記載する。中国の国土はアメリカ、カナダ、ロシア、オーストラリアなどのように大きく、大きい国では国家の統治は難しくなる。しかも中国人はアメリカやカナダに移民したがっている。中国は皇帝の文化あり、中国民主化のためには、 連邦制も難しく中国を小国に解体するしかないと発言した。また、日本メディアのインタビューでは、共産党が変わるのは無理ですよ。一党独裁ですから。これからも、香港人は、どんどん過激になっていく。と回答した。親中派議員について、香港の親中派議員は皆、自分の意思を持っておらず、中国の意向通りに動いているだけなのです。 香港政府は中国の利益も国際情勢も配慮しなければなりません。香港行政の革新は中国が握っているということが露呈してしまったのです。と発言した。第二次世界大戦は日本が全世界に侵略した。アジア諸国に加害した。南京大虐殺した。しかし北朝鮮との関係を考えれば日本の憲法改正は必要。 北朝鮮が日本の上空に経過しても自衛隊の強化を議論するババママなんて時間の浪費だ。防衛力は消防システムみたいなものだ。消防を交戦にすり替える左翼の陰謀が70年代から参加国が同盟関係が脆い原因が韓国にある。北朝鮮と戦争したら韓国の同意が必要。しかし軍事的に自立できず米の保護が必要なのに裏で反米、に 半日、北朝鮮と米国の顔色を同時に伺ってる。こんなやつと同盟できんと発言した。アメリカの友人がアメリカにもリベラル排斥ブームが拡大してる。みんなジョークをしてるのに、リベラルは必ず他人のセリフから一部の言葉を切り取って霊々差別やファシズムがー、と上げ足を取る。そんな連中こそ、公営兵とそっくりの言葉狩りのファシズムだと発言。香港市。 HK マガジンで南沙諸島の領有権について、召使いの国が主人に歯向かうことはできない自宅のフィリピン人メイドに対し給与を上げて欲しければ仲間たちに南沙諸島は中国のものだと言っておけと発言。この発言に対し香港セントラルで抗議デモが発生した。トースグルを2005年3とも香港文化博物館仙台展覧通る4島や。 位相を受け芸術的方式文通るた対、毒的漢方凍結作品凍結、生鮮作品凍結文化性読。ありがとうございます。